ハッピーチル。ハッピーチルドレン、ハッピーペアレンツ、親子の笑顔を増やしたい。チルは落ち着く、くつろぐという意味があります。この動画を見て、のんびりリフレッシュしてほしいという思いを込めて、ハッピーチル。皆さん、こんにちは。今日はみんなのあるある動画です。どうぞ。お洗濯終わったよ。タコしようね。いてててて、髪の毛離して。赤ちゃんの小さな手で掴まれるとなかなか離してくれなくて痛いですよね。でもママが言ったように痛いことを小さなうちから伝えることはとても大切なことなんですよ。それから髪の毛を一つにまとめるなどの対策をしてみてはいかがでしょう。あと赤ちゃんにとって体の一部やタオルなど安心材料はたくさんあると思うので赤ちゃんと一緒に探してみるのもいいですね。ごめんね、ちょっとトイレ行ってくるね。泣かないで、トイレ行けないよ。確かに泣いている姿を見るとなかなかトイレには行きにくいですよね。でも我慢はいけません。そんな時はトイレの中からちょっと待っててねと声をかけたり、ママはここにいるよという意味を込めて、メダカの学校はなんて大きな声で歌を歌ったりしてみてはどうでしょう。たとえ外に聞こえても気にしない気にしない。ただ一つだけ、お子さんから離れるときは窒息や落下等の危険がないように気をつけることも大切なポイント。寝ている赤ちゃんの顔にタオルや布がかかっていると窒息の恐れがあります。また椅子にお座りができる赤ちゃんも、食事用の高い椅子などに座らせたまま離れると落下の危険があるので十分気をつけましょう。私たちはハピチル子育て講座の活動を行っており、離乳食講座、公民館でのフリースペース、YouTube での動画配信、また育児相談を行っています。気になる方は木更津ハピチルで検索してみてください。次回もお楽しみに。バイバイ。ハピチル。